こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけどもこちらでございます。皆さん忘れてないですかね。忘れないために定期的にね動画撮ってますけど、卵ですね。はい、オオトカゲの卵です。ハンちゃんが産んだ卵なんですけど、こちらにね、記録してありまして、天くんと同居している時に産んだ卵ですね。はい、10月4日に産卵してるっていうことで、今ですね、だいたい4ヶ月、経過しました。はい、2月の1日にこれ撮ってるんですけど、4ヶ月ね、経過しました。なので、孵化予定日としてはあと2ヶ月後、ぐらいなので、まあだいたい3月末ぐらいから、生まれてもいいんじゃないかなっていう時期になっていくんですけど、今ですね、4ヶ月、経過していまして、果たしてじゃあどうなっているのか、中の子ね、元気なのかっていうのを絢爛して見ていきたいと思います。まあ前回絢爛した時ね、ちょっと見えづらかったと思うんですけど、ライトの多分光量が下がっててちょっとね見えづらかったんですけど、まあ元気にしてたっていうのは分かったかなと思うんですけど、今回ねちょっと電池の方をしっかりと入れ替えましたので、もう一回ね絢爛してみたいと思います。もうねだから今4ヶ月っていうことで、今回の絢爛をして、あとだから本当に生まれるちょっと前に1回絢爛してみてっていうぐらいで、残り2回ぐらいですかね。はい、絢爛予定してるんですけど、今回入れてね2回ぐらいですけどね。はい、じゃあやってみますか。とりあえずじゃあまずは、見た目の方からですね、どんな感じになってるのかを見たいですけど、これ慎重に開けていきます。4つしかないんでね。なんで4つなんだろうね。何個産んだんだっけ。10個近く確か産んで、発生したのがこの4つだけ、っていうことで、まあ、前にねケニーちゃん、天くんと同居してた時も、産んだのね、生まれたのって優先卵だったのは4つだけだったんですよ。だからなんか関係あんのか分かんないですけどね。今回も4つだったっていうことで、はい、どうですかね。開けてみましたけど、こんな感じでございます。まあ、表面ね若干真ん中2つ色がこう変わってるのかなっていうところですけど、比較的順調そうかな。大きさもねしっかりとこう横幅出てきて丸みが出てますので、かなり順調に成長してるんじゃないかなって思いますね。それじゃあ電気の方消してね、ライト当ててみたいと思います。はい、真っ暗になりました。真っ暗に、じゃあライトの方当てていきますね。じゃあ手前の子からいきます。せーの、ドンと。お、下の方ちょっと動いたの分かりますかね。もう一回いきますよ。せーの、ほらほらほら、ちょっと下の手前の下っ側かな、ドクンって動いてるので、血管結構ねしっかり走ってますね。あまりね当てすぎても良くないと思うので、次の子行きたいと思います。そしたら2個目の子とも、下にねしっかりとなんか物体が、その子がいるのかなっていうところで沈んでるのが分かりますよね。じゃもう一個いきますね。3個目の子、お、この子でかいんじゃない？今んところ。ああ、動いた動いた動いた、ほら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 。ビクンビクンって。かなり動きましたね、今。おお。いい感じです。じゃあ、ラスト4つ目の子いきましょう。どうぞ。どん。どうだ？あ、ちょっと動いたかも。いい感じなんじゃないですかね。4個ともみんな元気にしてんじゃないかな。この3個目の子が一番動き見えましたけどね。おお、動いた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 。やっぱいいですね。順調に成長していると思います。よかったよかった。それじゃあちょっと電気つけますね。
はい、ということで絢爛してみましたけどいかがだったでしょうか。本当にね、動きあってね、生きてるんだなっていうのがしっかり確認できてよかったですね。まあ本当にね、この子たちっていうのはどんな子が生まれてくるのかっていうのがすごく気になるところなので、あと2ヶ月ですね、大体あと2ヶ月なんですけど、非常に楽しみですね、孵化してくるのが。まあなんで楽しみかっていうと、もちろん生まれてくるの楽しみなんですけど、どんな子が出てくるのかがね、全く読めないんですよね。3パターン一応今ね考えうる状況はありまして、1個目が、天君と、ね、一緒に同居してたんで、天君ともしかしたら後輩ができてて、天君の子が、天君と、はんちゃんの子が、生まれるということで、そういった場合は、体の表現としてはおそらく、ノーマルの子、黄色いねスポットの子が生まれてくると思います。でもう2パターンなんですけど、それはアザンティックが生まれてくるパターンですね。でその2通りとしては、1つはセン君の、遺伝子が前ね繁殖した時に使ったものがまだ残ってて、それがね遅れて受精したっていう可能性が、考えられるっていうのと、あとはハンちゃんが単位生殖をするした可能性っていうのが挙げられます。まあそこの見分けっていうのは、おそらく前回センクハンちゃんで掛け合わせて生まれてきてるので、もし単位生殖だった場合、全く表現柄が違う子が生まれてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。でセンクのね違う子残ってて入ってたんだとしたら、まあ前回ね出てきたワンちゃんたちと同じような表現の子が生まれてくるんじゃないかなっていうことで、いや本当にあとね2ヶ月楽しみで仕方ないですね。いやーどんな子が生まれてくるんですかね。もう僕のお家ね、今どんどんオオトカゲ成長してってますけど、この子たちのがね生まれてきてくれるのもね、また楽しみにしていきたいと思います。いやー何度ねこう卵から帰ってくるのを見たとしても、毎回毎回こう神秘的な映像に、ね、なっていくんじゃないかなということで、本当に楽しみですね。またね、孵化直前ぐらいかな、だいたい3月半ばぐらいにもう一回絢爛しようかなというふうに思いますので、1ヶ月ちょっとしてからねまた絢爛しようと思いますので、その時も無事に成長していて、いい経過観察報告がねできればいいかなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。